あれおかしいな。でですね、多分ね、好感度がかなり上がったと思うのでね、こっからね、まあ、いろんなところに行こうかなと思っております。で、今爆弾がね、ついてるんですよね。爆弾が、光、ことこ、ことぶきちゃん、この3人がついてるんで、まあ、ちゃちゃっと買い直すのと、その前にメインに何か一つあったんだよな、あれが、イベントが、植物園。おー、来たー、来た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 。で、こっから電話をね、光とことこと、みゆきにね電話をして、部活がある日にしよう。これ部活あるか来れない。で、ことこちゃん、でこれで光解消したやろ。大体爆弾取るときこんな感じで解消させてるんだよな。まあ大体ね、デート行った方がの方がね、爆弾がこの復活する期間が伸びるんだけど、まあちょっとね、3人とかいるときはね、ちょっとめんどくさいんで、まあ一人一人もうすぐ取るような感じやな。この取っちゃうか、すぐ取っちゃうか、すぐ取っちゃうか、もうすぐ取っちゃうか。中央公園に行ってから、よし、これで多分ね、もうデート一回したら、ことこちゃんは多分爆弾入ることはないから、もう多分ない。これでデート行って入れないだろう。あと、ことぶきちゃんだけやな。オッケー。で、こっからデートだな。メインのデートだな。で、ここのデートで何かが起こるはず。え？ああ、そういうことか。ことこがね、中央公園でね、さっきしたけんな。これが、メイだな、メイ。メイ。おお、夏服。ごめん、一緒にさ、待った。何をしておったのだ。目を待たせるなんて100年早いのだ。ま、待たせるって時間ぴったりだけど。たとえ目が早く来ようが、それより先に来ているのが普通だ。ごめん。まあよい、人間ウォッチングもなかなか面白い。ああ、そういう感じの会話やったんが。こっちやって横見て、おお、夏服じゃんってずっと思ったけど。わざわざ来なくとも、我が邸宅にはいつも花が咲く。いや、そうかもしれないけどよ。入ってみようよ、さあ行こう。ん？おいおい、積んじゃダメだって。そうなのか、知らなかった。しょうがないな。ま、こうすれば許してもらえるかな。めっちゃ可愛いじゃん。うわ、これ、うわおー。え、タイトルどんなやったっけ。あ、花飾りやん。あ、いいじゃん。うん、似合ってる。当たり前なのだ。でも、嬉しいのだ。いいね。今日はすごく楽しかったのだ。こういう誘いだったらいつでも歓迎なのだ。それでは、一緒に。おい、いいね。うぃー、俺こういうのがね、見たくてね、頑張ってきたんだよ俺はね。毎日毎日朝起きてときメモして、仕事行ってときメモして、寝て起きてときメモして、仕事行ってときメモして、寝ての繰り返しだよ。よっしゃー、宮月さんか、どうでもいいわ。そして合宿というね、よしいいぞ。光電話したよね。ことこちゃんも電話したか。あと、みゆきだな。よーし、合宿だ。したのか。いや、ちょっと気合い入れただけだよ。本来、気合など電脳部には必要ないのだ。どうしたんだろう。来たよ。一回目はね、ちゃんと動画で見せたと思うんですけど、来るか。お、良い研究をするために栄養をとって体力をつけるのだ。ん？これは？まあ食べてみよう。いただきまーす。え？この味は？どうだ？いや、その、なんというか。その顔だとやはり、目の腕ではだ。え、これ、伊集院さんが作ったの？佐久野氏に教わったのだが。伊集院さん、
筋はいいよ。料理だってきっとうまくなる。そうか、筋がいい。よし、もっと作の師に教わるのだ。すげえ、これ豪華料理っていうタイトルで推奨、大丈夫かな。あ、これでも前の豪華料理を見てなければこれあれやな、イベントで発生しないんだな。よかった、見とって。やったぜ。お、来たか。あ、はーい。うわ、急にどうしたの。これからメイと一緒に花火大会に行くの。うわ、いいね。なのだ。では早速行くのだ。早く用意をするのだ。うん。浴衣とは一見すると暑そうにも見えるが、案外涼しいものなのだ。あ、まあな、通気性が結構あるけんな。何着ても似合うけど浴衣もいいね。なんかどれもって感じやな。上かな、うん、おー、来たー。でも割となんだな。花火とはどこから見ても丸く同じに見えるものなのか。いや、実はね、違うんですよ。裏表はないんだけど、こう横から見るとね、あんまりこう綺麗な丸に見えないんだよな。知ってるのに言えないのはちょっとあれな。やっぱり裏表はないんだよな。これかな。すまないやつだな。くそ。それでは。おーい。お、今週の日曜日？なければ。お、いいよ。当然なのだ。メイの。じゃあバス停で待ち合わせ。日曜日でよかったっけ。ではまたな。今一瞬で見えなかったんだよ。一瞬こうなんかもうなんかもうふっとした時に来るけびっくりするわ。びっくりしますわ。よっしゃー。お、秋冬だ。秋のあれだな。100年早いの服だな。まあ、よいで今回はね、前回のあれだな、遊園地。イエーイ。これねあれなんだよな。バーチャルハザードしかないんか。なんかね、あったんだよな。遊園地。ああ、そういうことか。11月以降か。なるほどね。オッケー。で、このね、バーチャルハザードはね、このメイちゃん好きなんだよ。メイちゃんがな。よかったよかった。てか、早く名前変えたいな。メイにしたいわ、メイに。メイって言ったら怒りそうやけど。メイちゃん怒らないぞ。なかなか爽快な気分になるのだ。そうだね。貴様は息を切らしておるようだが、目にとっては軽いリハーサルなのだ。おお、かわいい。今日は楽しかったね。今度は俺から誘うよ。じゃあそろそろ帰ろうか。おい、この調子でしっかりやるのだぞ。やったぜ。お、9月23日、今日は何をしよう。あ、はーい。メイ様がお呼びです。なんや。では。おいよし、今から沖縄に行くの。昨日まで行ってきたんじゃ。いいから行くのだ。あ、修学旅行か。もう超音速旅客機はスタンバイしている。超音速旅客機、いいな。いいな、なんか。おい、あっという間に来てしまった。来たというよりも連れてこられたような気がするけど。楽しい。どうして、今日は急に。細かいことを気にするな。気分の問題なんだ。あれなんだろうな、修学旅行行ってうわ寂しいなと思って、うわあいつがおったらいいのにな、あー次の日になってうわーもう連れて行っちゃえみたいな、そんな感じなんだろうな。それにしても別に修学旅行と同じところに回らなくても。うるさいのだ。貴様が1年遅く生まれていれば問題なかったの。え？いいから次に行くのだ。ひょっとして俺と修学旅行に行きたかったってことか。お、いいこといいこと、主人公いいことやで。しかも鈍感じゃないぞ。あれいつも鈍感だね、あいつが。なんでこん時だけ限って。さて、光とデートしてあれだな、爆弾を取り除こう。はい、と今回は中央公園に来てます。ごめん待った。何をしておった。ごめん。てか、下校イベントが発生しないな。どうする。そうしないと名前を変えられないんだよな。
おお、なみ、な、なに、な、なおっみと、きみちか。向こうから仲の良さそうな。よし、ぶん殴ろう。ぶん殴ろう、ぶん殴ろう。肩を組んで楽しそうだな。二人だけの世界に入ってみたいだな。一番上だな。貴様はああいうのが好きなのか？羨ましがるのは良いが、口をポカンと開け。いやー、よいしょー。お、今回雨なのに一人じゃん。お、ごめん、待ったかな。今回はどこに来ようとしたっけ。どこだっけ。あそこじゃない。そう、植物園。わざわざ来なくと。この間楽しかったじゃん。こんなに見事な花々を一度にたくさん咲かせるには。確かにな。そうだね、毎日の手入れこそ重要さ。自分で育てたことあるの。適当に水、真ん中かな。ちゃんと庭師にやらせておるぞ。何？厄介なことはプロに任せるのが。じゃあ、うーわ、やっべえ。貴様もいい加減、時間の浪費をやめるがよかろう。それでは目は帰るのだ。最悪だ。ボロボロだ。ボロボロだ。よいしょー。さーて、デート行くぜー。次どこだっけな、忘れちゃったぜ。上から順に行ってるからな。あ、そうだ、美術館だ。面白い彫刻画をやってるらしいね。絵が面白いと思えるものは。そう言わずにさ、入ってみようよ。あのブロンズ像、布を腰にまとっているせいで男か女かわからんのだ。見る人に想像させるためかもね。どっちでもいいんじゃない。なんとなく胸が出ているような。これ、それも一理あるのだ。見ているものが幸せに思うものこそ。せやな。お、バッチシー来てる。太陽が沈むまで時間がありそうだが。いいよ、そうだね、待ってましたって感じだよ。よし、ではどやった。じゃあ行こう。あ、そういえばさ、海行ってなかったな。え、俺だ、大丈夫大丈夫。よし、ではたくさん。うん、そうだね。やはり抹茶と団子が定番なの。そうだね、それぞれの味がお互いに引き立てるよね。確かにな。なかなか良いことを言うな。よし、もう一本団子を頼むのだ。まあコーヒーでもいいけどな。こうやって見ると普通の女の子だな。お、来た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 。今回は学園祭のイベントですね。あ、伊集院さん。貴様、最近週末に部活に出ないと思ったら何をこんなところで油を売っているのだ。ごめん、俺クラスの方の準備もあってさ。クラスの準備とメイの手伝いのどっちが大切だと思ってるのだ。クラスの準備だ。どっちって。ちょっとここをね。おっと、言われてるぞ。早く早く、こっちも。あ、じゃあさ、あっちこっち片付けたらすぐにでも顔出すようにするよ。そこの女ども。え、こいつはメイ専用なのだ。伊集院さん。うるさいのだ。部活の準備も忙しいのだ。もういい、目は帰るのだ。めっちゃ顔真っ赤やん。ああ、行っちゃったよ。ああ、恥ずかしい。恥ずかしい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。